まあ、まだまだおそらく公式戦を通して成長していく部分がまだまだたくさんあるとは思うんですけれども、はい、それをしっかり判断してほしいですね、はい、前半の45分、今スタートしました。長いボールを使っていきます。大宮アルディージャです。根で落としてピーター・ウタカ、左荻原スペースがあります。荻原狙ってきた、こぼれた、オフサイドありません。先制京都。ポジションできたことによって荻原の上がるスペースがうまくできましたね、はい、ここは逆サイドに狙ったいいシュートで、こぼれ球によく空いたスペースを松田福岡に合間に埋めてますね、はい、これは京都の方は注意しなきゃいけないと思います。荻原弱くなる、チャンスだ、パスキッチ決めた、大宮同点です。いやー、ハスケッチしっかり狙ってましたね、はい、ここ裏のスペースを使った、しっかりここで荻原の方は体入れてたんですけれどもね、少しここが短くなってそこを拾われたところを、京都の方はもう前前線3人が非常に近い位置でいるので、まあ、そこにボールをいい形で入れてコンビネーションが出てくると面白いですね。宮吉、福岡、福岡、上田よく止めました。松田左足で柔らかいボール福岡へ、くしぶきのクリア、こぼれてまだあります、こぼれシュート、うん、上田よく触りました。繋いでいきます、松田天馬、前からプレス来た大宮、ノーファールで奪ってチャンス、柴山パスにした、チャンス、キーパー、いやーナイスキーパー、松田栄太の決定機でしたが、若原です。中にポジション取って前線と近い距離にいるので、中の勝也からピーター・ウタカ、ピーター・ウタカ倒れて PK、 上田の手がかかっていました。ここ一瞬やっぱピーター・ウタカが早かったですね、はい、うん、いいですね、大事な PK です。宇高真ん中、よし、京都勝ち越し、85分、うん、うまいですね。目安の3分台に入りました。試合終了です、うん、京都勝ちました。開幕戦以来3試合ぶりの勝利。決勝ゴールはピーター・ウタカの PK。